ナヒーダのデートイベントがある可能性って何パーですか？ 0% です。だって伝説任務あるもん。デートイベントって伝説任務あるキャラはなくない？デートイベントは、ちょっと溜まってるんだよな。デートイベントあるキャラクター全員に共通してるのは伝説任務がないことじゃないか？あ、でもトーマってなんでデートあるんだ？ストーリーいっぱい出てるよな、おめえ。伝説任務はないのか。そっか。レザーとかはさ、伝説任務あるじゃん。ルピカの話で。で、シャンリンもなんか料理バトルで伝説任務があるし。伝説任務がなくてかわいそうなキャラクターにデートイベントが追加されてるって感じだな。ナヒーダは十中八九草の神星5キャラですから、で、ここにいるキャラクターみんな星4だよね。デートイベント追加されるんだったら、星4キャラかつ伝説任務が実装されてないの2つの条件を満たさなくちゃいけないのだろうか。スクロース。まあ多分追加されるんじゃないかな。エンヒは。エンヒは、あれ、人活簿の任務がほぼ伝説任務だったから、エンヒは別や。深淵ないよ。深淵もストーリー、バージョン 2.2 のイベントとかでいっぱい出演したから、もういいよ。うん。正直なんか深淵はもう結構出番もらえてる方のキャラな気がしてきてる。今はとにかくレザーがかわいそうやわ。レザー何がかわいそうって、1.0 で伝説任務やって、1.4 のウィンドブルーム祭で、なんかチラッと出てきた。モンドの、どこだっけ、ここ、旋風の神殿の、檻にレザーとベネットが閉じ込められたところでストーリー出てきて、あとはあれか、アインスレイブの魔人任務の時にチラッと出てきて、他出演なしじゃない。来いよストーリー。いっちゃんかわいそうな気がする一年見てないんだけどな、ストーリーとか。なんかレザーとベネットが檻に閉じ込められたストーリーはちょっとおもろかった。一度もイベントに出てないキャラがいましてね、ディオナって言うんですけど、あれディオナって一回もイベントって出てなかったっけ。あ、出てねえわ、言われてみれば。確かに。ディオナイベント来ないかな。なんならもうディオナイベントで、キャラクター全員に猫耳つけるイベントとかあってもいいと思うんだけど。